37town.net10 周年を10回言ってください。37town.net10 周年、37town.net10 周年、37town.net10 周年、おめでとうございます。いや、そうじゃなくて、エンジョイパチンコライフ。正直、まあ3万発だったら皆さんに抜かされる可能性があるなと思ってたんですけど、意外とまだ抜かされずにトップの記録を保持しているので、ちょっと安心ちゃ安心ですね。やはり過去の己を抜くためには勝負に出ないといけないかなと思うので、で最近皆さん結構パチスロを打っていることが多いので、私は今日はパチンコで、まあ、マックスタイプに行こうかなとは思っています。まあ、マックスタイプなんで当たるか当たらないかは結構ね、当たらないこともあるかもしれないんですけれども、そこは頑張って、うん、当てて自分の記録を抜きたいと思います。ザ・イクサ、ルールを説明します。実戦時間は5時間、投資上限は無制限、パチンコ、パチスロどちらでも OK な自由な立ち回り、プレイヤーは1日の最高出玉で競い合ってもらいます。皆さんはスロットに行かれる模様ですでも私今日マックスタイプ打ちたいって言ったから、ちょっと今日ガロー行こうかなと思っているんですけれども、まだ朝一なんで、でガロ金色一応ね台数的には多いんですけど、朝一私より早いとか、私より先に入場された方がと1人、まあ、ガロー の逆側の角台を取ってらっしゃってるんですけどね、これ日の一撃か14連、そうやっぱりマックスタイプはそれがあるんで、ちょっとその一撃目指して、今日は頑張りたいと思います。ザ・イクサ、というわけで本日のザ・イクサ、今日は己の記録を抜くために頑張りたいと思います。1台目はガロ金色になれということなので、マックスタイプ、マックスタイプなのでね、当たるまで時間がかかる可能性はありますけれども、頑張って早い当たりを引きたいと思います。継続一連ですね。でもね、疑似にじゃダメなんですよ。疑似3まで行ってほしいんですよ。継続
伊地さん。伊地さんからのリーチですね。あ、でも赤かった。これ当たっちゃわないかな。いやー、まず私のイメージとしてはガロはここからガロのガロが出てきてくれてからが勝負だと思ってるんで。どうなのどうなのどうなの、発展する、はい、あら伊地さんまで行ったのにその後が弱かった。今現状2500玉使って211回転。あ、ここまで行った。もう一個、もう一個、もう一個上まで行ってくれれば。リーチですね。大きな希望、チャンスがある。ガロ召喚されない、緑ですね。ガロ召喚されないし、今日初めてのチャンスだった。ただユラ、はい、外れました。今日初めてのチャンスだったよこれ今の。その後の発展があるから。なかった。期待してます今。疑似にもう一発、疑似さん行って、疑似さん行って、はい継続、疑似さん。緑か、赤だとねちょっと嬉しいんですけど。次回予告、このパーフェクトフェイスオブガロが来てからが勝負です。うわ緑、
微妙。いやでもこの金色ガロ SP リッチに行った時点で結構期待度はあるはず。お願いします。やったー、当たったよ。369回転、369回転で大当たりです。ちっちゃい。あとは 50% を超えられるかどうかが勝負なんですけれども、セグ見ない。お願いします。やばい、これやばいよ。さっき一応当たりましたけど、結構あれいい感じでね、演出これ熱いっしょみたいなの全部来てたし、それが来ないと不安でしかない。まあパチンコ打ってる方は分かると思うんですけど、本当に弱い演出はもう当たれとかも思えないので、逆に弱い演出で当たったときすごいみたいな、どうしたみたいになるんですよ。うい、おーおお、赤赤赤だよね。でもエフェクト緑だけど、微妙です。ベクトーさんが外れてからの終わっちゃったね。外れですね。いやでもなんか最初よりもそこそこなんかちょっと当たるかなどうかなみたいな演出がねちょっと増えてる気がするんですけど、私気のせいですかこれ。はい、というわけで全部で1万発全部で1万発飲まれたというか、まあ、使ったところで、残り時間もまあわずかなんですけれども、ギブアップ。ちょっと私にはガロ金色になればちょっと向いてなかったということで、己を超えられなかったです。すいません。ザ・イクサー。はい、実践終了ということで、本日新潟県にあります玉三郎糸魚川店さんでザ・イクサ、ガロ金色になれを打たせていただきましたけれども、初当たりが本日1回のみでございます。しかも単発なので、流した
メダルは、メダルじゃないや、流した玉ですね、ございません。というわけで、今現在、私が持っている3万発ちょっとの記録、残念ながら抜くことができませんでした。まあ抜いても抜かなくてもトップには変わりないんですけれども、ここはちょっと頑張って4万発5万発目指したかったです。ね、マックスタイプって難しいですね。ちなみに私が辞めた代、その後の方が結構すぐ当ててました。ちゃんと SD も入って連チャンしてました。私多分向いてないですマックスタイプ。そして本日撮影実践をさせていただいた玉三郎糸井ガーテンさんなんですけれども、お昼の段階でちょっとホールの中見させていただいたら、まあ、パチンココーナーマックスタイプはもちろんなんですけれども、結構、まあ、稼働が、まあ、昼以降ですね、だんだん上がっていくお店ということもありまして、ぜひ遊びに来る際は朝一からお勧めします。あとはスロットコーナーですね。スロットコーナーかなり稼働が良かったです。まあ、私はもう元々今日はマックスで勝負をしようと思っていたのでパチンココーナー一直線だったんですけれども、まあ、スロットコーナーも置き時なんかもかなり台数もありますし、あとは最新台ですかね。最新台も今だとバイオハザード6ですかね。バイオハザード6とか、あとはエヴァンゲリオン希望の槍、まあ、この辺りの最新台もバッチリ入っていたので、ぜひ新台も皆さん楽しんでいってください。というわけでね、またもしかしたら己の記録に挑戦することもあるかもしれないんで、その時はもうちゃんと頑張って抜きたいと思いますし、もし今後他の方が記録を抜いた場合でも、またこちらのザ・イクサ出演させていただくことがあれば、その時は頑張ってその記録を抜きたいと思います。というわけで本日はななこがお送りしました。皆さんまたね。PTube はこんなに楽しい。人気パチンコパチスロ動画がいつでも見れる。人気ライターの来店情報もプッシュ通知で届く。 PTube ダウンロードしてね。えいえい。